じゃあ、進みましょう。ここもね、まあ、プレイされてる方、知ってる方もいるかと思いますけどね、あるタイミングでまたこれ逆走していくと、隠しバースのアルフェイムが入り口が出てくるんですけどもね、まあ1周目はビオレット走ることしかできないんで、なかなか煩わしいんですけど、実績開始されましたね。2周目になるとね、ひょうになってこう突っ走れば、まあ、戻るのもすぐだと思うんですけど、なかなかですね、まあ、ものすごい速度でひょうになって走るっていうのは、まあ、当然気持ちいいんで、企画的にはやりたいアイデアではあるんですけど、なかなかこれがソフト泣かせてるんですね。まあ、エリアをね、今このエリアにいるときにこう、まあ、進みながらまた次のエリアのデータを読み込んだりっていうことをしなきゃいけないわけですけどね、まあ、それはこう適当な速度でこう進んでいくからできることであってね、あんまりこう早く突っ走ると読み込みが間に合わないっていうのがあってですね、まあ、そういうこともね、まあ、ひょうで突っ走ってしまうともう問答無用でね進んでしまうんで、まあ、メモリの配置っていうのにソフトマンはすごい苦しんでましたね。まあ、その辺はこう、まあ、技術でカバーしてくれたっていうところですね。今のねここでの、エンチャントの登場シーンなんかそうですけどね、ベヨネッタの敵登場シーンっていうのは必ずね登場シーンの直後に攻撃を食らうことになるようなね演出になってますけどね。ここにありますね、まあ、今回は入らないですけど、まあ敵がこう登場デモとの直後に攻撃してくるっていうのは、まあ僕の中ではねデビルの時から続く、まあ、伝統のようなものとして考えてるんですよね。一番最初は確かシャドウ、黒猫の悪魔がいるんですけど、シャドウの登場シーンでね空中から唐突にこう襲いかかってくる、そういう攻撃につながってますけどね、まあ、要はああいうデモをねぼーっと見てたらやられちゃうよっていうのも、まあ、あってもいいんじゃないかなと。それくらいのことは、ちょっとなかなかね喋ってるとプレイに集中できないんでね、真相になっちゃってますね。さっきね実績解除されましたけどね、まあ、僕自宅のハードではビオネットプレイしてないんでね、まあ、ビオネットどころかね僕のこの360の中ってこう実績がね確かパックマンのなんかのやつとあと ER カンフーしかないんですよね。そのうちねこう双葉のクライマックスもね配信が決まったようなのでぜひプレイしようかなと思ってますけどね。なんかねアフターバナクライマックス の公式ホームページでですね僕の名前を語ってねコメントしてるやつがいますけどね、プラチナゲームズの神谷秀樹なんていうね、まあ、あれ僕なんですけどね、まあこうなったらねアフターバナクライマックスだけじゃなくてですねモンスターランドもねぜひバーチャルコンソールアーケードの方にね移植をお願いしたいところですね。まあ、こういう戦いの時こそねダッチオフセットは的確に決めていってほしいところですね。これもねこういう、まあ、特別な技をこう食らわしてまあなんていうかこういう見栄えのいいデモが流れるっていうね、まあ、こういうのをまあ、アクションイベントなんていうふうに僕らは仮で呼んでたりしたんですけどね、まあ、こういうこの普通のゲームとは違うボタン入力を要求されてでこう演出の入ったカメラワークに変わるっていうアイデア自体はですね、まあ、実はデビル1を作ってる頃にすでに試してたんですよね、まあ、当時はまあ、ファントムっていうボス雲の形をしたボスキャラクターがいるんですけど、うまいタイミングで技を決めるとファントム の腹の下にこう滑り込んでいって、で、滑り込みながらこうショットガンをどてっぱらにぶち込むっていうね、
まあ、そういうデモやってたんですけどね、まあ、デビルの時っていうのはそういう、まあ、デモで見せるというよりはやっぱりダイレクトなボタン入力でゲームプレイを楽しみたいっていう、まあ、そういうコンセプトでにこう焦点を、ね、当てて作っていったんで、まあ、結局やめてしまいましたけどね、まあ、今回はまあ、そうですね、デビル作ってる頃は、まあ、そういう、ね、アクションアクションという形ですごい、まあ、ストイックだったのかなと思いますけどね、まあ、その頃に比べると、まあ、ビオネットではこういうことも取り入れてるんでね、僕の思考も変わってきたのかなという感じがしますけどね、まあ、古くはそういうアイデアっていうのはバイオハザード1を作ってる時に、まあ、僕は当時1企画マンで三上さんがディレクターを務めてたんですけど、三上さんがねずっと言ってたんですよね。当時は緊急回避ボタンっていう風に言っててですね、ハンターみたいなこう敵がですね急にこう首刈りをしてきた時にボタン入力をするとこうクリスがしゃがんでそれをかわすみたいなね、そういうのをやりたいってずっと言ってたんですけどね、まあそれ専用のこうモーションを作ったりだとかしなきゃいけないんで、スケジュールの関係でそれはボツになってしまいましたけど、まあ、バイオハザード4を見たらねそういったことやってたんで、ついに三上さんもそういうことができたのかななんていうふうに思ってたんですけどね。